Elena Berezinaya and Anton Shalije. 14番 Elena Berezinaya, Anton Shalije 組、ロシア。ロシアの若い2人、ベレズナーヤ、シハルリゼ、頭の怪我克服してオリンピックの舞台に立ちました。勢いがある2人です。チャイコフスキー、白鳥の湖。あっと珍しく失敗。優しく下ろしました。ダブルツイストリフト。さあ、オーバーヘッドリフト、下ろし方に工夫です。指先までまるで白鳥のようです。ジャンプの失敗がありました。ベレズナーヤ、シハルジェ、去年暮れのドイツ・ミュンヘンでのチャンピオンズシリーズファイナルでは世界の強豪を相手にしまして堂々1位になりました。まあ、今最も勢いのあるペアと言ってもいいでしょう。2人でこう作りましたこのソロスピン、このハイビジョンのワイドな画面でご覧いただきますと本当に2人の呼吸が合っているのもよくわかります。ハンドトゥハンドのオーバーヘッドリフト、ポジションを変えながら田村モスクビーナコーチも怪我をして、そして驚くべき回復力でリンクに立った、コンビを組んだアントン君には過敏だと思って大切に扱いなさい、もう一度怪我をすると本当に壊れてしまう、こんな話をしました。2人の固い信頼で演技内容も徐々に高まって深まってきています。アントン君は別のパートナーと2度のジュニアの世界チャンピオンにもなっています。一方のイレーナさんは
4年前リレハンメルでは別のパートナーとしてとラトビアの代表としてオリンピックに出場しています。あの時は16歳でした。The marks for Bereznaya and Shalija. Required elements. 5-5, さあ得点は 5.5 を境に 5.4、5.5 というところ。そして表現力、プレゼンテーションは 5.9、5.8 並んでいます。3人が 5.9、 しかし技術点が抑えられて2位をつけたジャッジは3人、トータルで現在第3位です。カザコーワペア、ボーツェルペア、そしてベレズナーヤペアです。